どうもこんにちは。即家塾の久保です。じゃあ暗号通貨芝居についてね。なんで私がこの芝居を押すのかってことを、まあ3つぐらい理由を挙げてみましょうか。1つ目は、冗談で始まったコインが、ここまでコインマーケットキャップの上位に上がるっていうことで、1つの可能性を見出してるってことです。ですんであくまでも、宝くじ的な要素です。ギャンブルです。ですんで、しっかりとした根拠があるわけではありません。これが大前提です。いつもこれは申し上げてますけどもね。 二つ目なんですけども、購入価格が非常に安いでしょ今、価格は0.0014円とか0.0015円なんですよ。つまり、1円出すと数百枚、数千枚買えるわけですよね。ですんで、皆さんがね、お財布にある1000円とか2000円とか、まあ1万円くらいですか。1万円買っても300万枚とか400万枚とか買えるわけですよ。ちょっとなんか、いい感じになりませんかそれだけ持ってれば。 つまりリスクも低いしなんかこう楽しいというねそれが2つ目の理由ですだから1つ目の理由と同じでジョークみたいでしょで3つ目なんですけどもイーロン・マスクがたまに話題に出してくれてそのためびに価格がボーンと上がるんですよその時に決済して利益が見込めるかなっていうところですでもこれイーロン・マスクがいつ何を言うか私たちには分かりませんし二度と柴犬について語らないかもしれないのでまさにギャンブルです ここんなとこで,すよですんで真面目に暗号通貨で稼ぎたい人は柴犬コインじゃないものを狙った方がいいんじゃないですかね特に数字的根拠があったりとかプロジェクトに魅力があってとかいつも私がお話している暗号通貨の投資の根拠には全くありません柴犬は私的にね宝くじ買う感覚で買ってますまあリスクも低いですしねまあでもね柴犬コイン1万円持ってる人が50万倍っていうのに遭遇してるわけですよ そうすると、5億円ですよ、この人。ね。それから値段がちょびっと下がりましたけども、手元に3億円残ってるんですよ。2匹目の土壌、3匹目の土壌。狙うんだったらこれじゃないかなって気はしますけどね。そうだ、テクニカル的にね、根拠を申し上げるとすると、ボラテリティなんですよ。50万倍にボーンと上がったってことは、数千倍とか数百倍に上下するっていう可能性はもう大いにあるんでね。その辺が狙いやすいかなってってことですね。それじゃあ。